パスガードフィットネス始まるよ。こんにちは、パスガードフィットネスの白木アマゾン大輔です。今日は久しぶりに片野さん、前回の名古屋であれですよね、あのガードが上手くなるっていう撮った以来の出演です。はい、はい、私がもうネタが切れてしまったので、片野さんが新黒帯、はいね、この模様も YouTube でやるということですので、まあ多分その前にこれがあるんですけど、今日は何やってくるんですか？はい、マウントからバックへの、移行方法をやりたいと思います。はい、はい、じゃあ、まあ、こうマウントポジションの状態で、まあ、手は床についてください。で、姿勢は低く、でこの状態で相手が横を向いてくる時があります。まあ、なんで横を向くかというと、体を横に向けて、で上の足でこう拾って、こっちの足で僕の片足を、上からこう拾うようにして、でこう中に入れて片足絡んでくるみたいなのが、まあ、よくあると思います。でこのまま正座してると今みたいに拾われちゃうので、自分は左足を立てながら右足をスライドしてこういう状態作っている。ちょっとこの足で拾おうと思っても、この足が立ってるとこれ拾えない。これ足をかけようと思っても今これかけれないね。この状態、これが膝がこうついてると拾われちゃうので、必ずこの足を立てて、こうで、そしたら今度、押さえるポイントは相手の肩をしっかりと押さえてあげる。まあ、直接手でもいいんですけど、まあ、なるべく自分の姿勢をこう低くして、胸で自分の鎖骨あたりで相手の肩のここをピンポイントに押さえて、で僕の方向けないようにしたい。で同時に手を首の下と脇の下から通して、でシートベルトします。こういう状態作る。ちょっと相手が完全に僕の方向けない。これが悪い例が、なんだろう、ふんわりこうやって相手がまた僕の方向けてきちゃうと、あのバック取れなくなっちゃうので、しっかりここで耐えて、そしたら今度はつま先を相手の背中にこう沿わせるようにして、お尻を床につけていきます。こういう状態で肘が自分の膝の上に乗っかった状態作ってもらって、でここから、引っ張っていくんですけど、ちょっとこう左向くようなイメージで左方向に引っ張って、こういう、でここまで来たら、左足を中に入れて、こうするとバックの4点入るんですけど、これをやっちゃうと今度はこれまたがれて、あの越えられてエスケープされる可能性があるので、まあ、ポイントを取りたいところなんですけど、あえてこれは左足はこのまま で4の字作ったりとか、まあ、普通に4の字作れなくてもここで足を、まあ、組んどけば、あの相手この足越えられないので、ここで、バックを取ります。まあ、ポイントまあ、とりあえず置いといて、とりあえずこの体勢をキープするっていう、ここまでですね。最終的にこれバック取ればいいんですか？4ポイント狙いに行ってもいいですけど、そこはちょっと、まあ、そこで1回ステイしてみたいな。でまあそうですね、あとは、まあ、今の体勢からだったら、はいはいはい、あの締めとか、あの十字が狙いやすいんで、ここから締めて作って、はい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 、右足肩にかけてここでグーッと締めたりとか。じゃあもうこの結局はこの段階で1回その1本取る方に傾けておいて、どっちかというとこれはもうサブミッション、ああなるほどなるほど、取りやすいっていう、なるほど、もうサブミッションを決めるためのって、はいはい、こういうふうに、腕クラッチして頭抜いて、で右足かけたりとか、あとは腕を、これが強いんですけど、はい、こう相手がこう締めて締めようとしてきたときに、多分こっちの手とかで、あのすみません、ディフェンスしてくるんで、はいってはいはいはい、左手は脇の下からこう押さえてるんですけど、うん、そしたら右足で外して、はいはい、で上からかけると、これで腕が使えなくなるので、はい、実質この2対1の状況が作れるというか、確かに、はい、っていう風にやります。すごいねこれはい、ねよろしければ、お近くの道場でお試しください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。チャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございました。